い、ワンピースが大好きな神木です。見てください、買えちゃいましたよ、ビブルカード、新しいやつ。朝一で本屋さんに行って買ってまいりました。そしてね、今の時間まで舐め回すようにね見てやりました。で、今回このバインダーとビブルカード一冊なんですよね。しかもこの一冊のほとんどが麦わらの一味の再録というか、エッグヘッドになった今のビブルカードになっておりますので、言ってもね、そんなに新情報ないだろうと思って見たんですよ。そしたらね、舐め回したら意外とある、結構あります。ということでね、まあ全部が全部この情報を話すことはできないんですけど、買ってほしいんで、なんですけど、まあ個人的にね、面白いなと思うものをいくつかピックアップして話しますので、皆さんが思うところがありましたらですね、ぜひ感想を聞かせてください。なかなか気づきにくいものも中には含まれてますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。はい、ということで、まあ、ちょっとバインダー見ていきましょうか。必ずですね、このビブルカードを買って読んだ人だけではですね、この続き見てくださいね。このバインダーの何がいいかっていうと、まあもちろんデザインかっこいいんですけど、この中身ね、まあいろんなね、ワンピースに出てくる船が出てくるんですよね。書かれてるんですよ。で、まあね、こういろいろ懐かしいなとか思って、この辺は空島あたりなんで、まあアラバスタ王国で出てきたものとかね、その辺が結構載ってるんですけど、この黒ひげの船、黒ひげの丸太船って書いてあるんですよ。他はですね、ちゃんとウータンソナー号であったり、快速スワンダ号であったり、知略天然丸であったり、まあ細かいちゃんとした名前が載ってるのに、この黒ひげの丸太船はサーベルオブジーベック号じゃないんですよね。つまりサーベルオブジーベック号というのはあくまで今の黒ひげの船の名前ということですね。この丸太船はノックアップストリームでこう大破したんですよね。で、その後今ですね、黒ひげというのは大きな船のサイドに丸太をね2つつけた、まあ、その船をおそらく各船長、が持ってるんですけど、あくまで今のそれがサーベルオブジーベック号であるということでしょうね。そしてこちらですね、まあ麦わらの一味と、まあ、サボ、ボニー、そしてねエクストラキャラクターということで、ウォーターセブンの人と魚人島の人と、まあ、和の国のですね、この1枚のカードにはならないんだけど、ちゃんと背景がありますよ、名前もねちゃんとありますよっていう人たちが、紹介されております。で、ここはね名前がねたくさん新しい人明かされてますね。さあ、どこから行こうかな。じゃあまずはですね、サボのとこもちょっと見どころあるんですよ。皆さんこれ気づいたかな。なんとですね、サボのところよくよく見ると、懸賞金のところ見ました？サボの懸賞金不明になってるんですよ。まあサボの懸賞金というのは今まで明かされていて6億200万ベリーっていうことだったんですよね。しかしこの最新版のビブルカードでは懸賞金額が不明に書き換えられてるんです。しかしまあこれも考えてみればそうですよね。あのレベリーに乗り込んでゴローセたちと対峙したり、そしてイム様も見てますからね。さらには世間的にはサボというのはコブラを暗殺した人物という認識なわけです。ワンピースの世界における懸賞金額というのは政府への危険度もありますからね。もちろん大衆からの印象みたいなものもあるかと思われます。なのでそうなってくると、これサボ今めちゃくちゃ高いんじゃないですかね。それこそね、まあルフィの今30億ベリーですけど、それも超えてる可能性ありますよね。で、まあ懸賞金額というのはね、よく語呂合わせになったりしますので、そういう意味で言うとサボというのは、まあ誕生日がですね3月20日なんですよね。サボということでね、3月20日なんで32億ベリーぐらいいってるかもしれません。あとは何でしょうか。これがねやっぱり一番大きいところというか、まあ世間的に注目を浴びるのはこれじゃないかな。ゾロですね、ゾロの覇気です。そこに武装色と見聞色と書かれているんですよね。つまり覇王色は書かれていないということで、もう今まで散々ねゾロはね覇王色を持ってるんじゃないかとかね、もうアニメでは完全にね覚醒していて覇王色の書き方だし、原作でもね千獣は覇王色の回でカイドウがお前も覇王色を持ってるのかみたいな反応をしてましたよね。あのアシュラバッケー猛者の戯れですね。それを食らってカイドウはそういうことを言っておりました。なのでまだ明言はされてないけど、ゾロというのもやっぱり覇王色使いなんじゃないか。まあ将来ね海賊王になる右腕だったらそれぐらいないといけないんじゃないか。まあロジャーで言うとレイリーですからね、覇王色を持ってないといけないんじゃないかということで、まあ言われていたんですけど、覇王色はどうもないようなんですよね。でね、これはねおそらくミスではないと思われます。というのも先日発売されたワンピースマガジンボリューム18ですね、そこの両翼特集でもゾロというのは覇王色持ちというのは結局書かれなかったんですよね。そして今回のこのビブルカードの裏面を見ると、覇王色の素質、鬼ヶ島での交戦中、ゾロの刀から黒い閃光が、覇王の資質を持っているのか、びっくりマーク、という説明なんですね。これはまあ、どう解釈するかですよね。
そのエンマを持っていたので、まあ、ゾロの武装色とそしておでんの覇気が乗っていて、まあ、その武装色みたいなものが合わさって、あたかも覇王色のように強いね攻撃を放っていたとかですね、まあ、バリバリなっているので、他にはもうコントロールができていないからまだ覇王色、まあ、実際は出せるんだけどあまりにもね不安定だと、まあ、エンマありきだからこそみたいなところで含まれないということなんでしょうか。しかしここで覇王の資質とまで書かれてますからね、今後出るというのはものすごく濃いんじゃないかなと個人的には思います。まあね、よくゾロがね開眼するんじゃないかとかね言われるわけですけど、その時のために取ってる可能性もあるんじゃないかな。続いて、まあ大きな発見ではないんですけど、このね今回ルフィのニカの姿の一つっていうのもあるんですよ、丸々一枚でね、でね、そこのねギャラリーメモっていうことで設定が、まあこれね昔あのジャンプの付録についてきたロードトゥーラフテルの中にも載った分とほぼ一緒だと思うんですけど、そこにねたくさんのね、まあ、ニカ状態になった時のラフ画みたいなものがあって、そこにね小さい文字がいっぱい書いてあるんですよね。で今回も、まあ、猿神ですね、ハヌマーンという文字にも注目ということがわざわざ書かれてるぐらいですから、まあ、ニカはやっぱり神様モチーフでこう書かれてるんだろうなっていうのもわかるんですけど、これねよく見るとね、あの鬼ヶ島決戦でカイドがルフィに言っていた窮地ほど笑い笑うほどに点点点かというあのセリフがですね回収されそうなんですよね。まあ、これね前もちょっと動画に上げたというか、そのロードトゥーラフテルにも書いてあったので言ったんですけど、ここにもねちっちゃく見れるんですよね、笑うほどに強くなるとはっきり書いてあります。なのでね小田先生の中で、まあ、ニカというかルフィですね、笑えば笑うほど強くなるというのをね、まあ、意識されているところがあるんじゃないかな。またね一方ちょっと見方を変えると、カイドウがここを知ってるのに、まああの時言わなかった点点点だったということはですね、これも今後ルフィがね、まあ今もう笑ってるんだけど、笑うと強くなるんだということが、まあ大きな鍵となる展開みたいなものが待っているので、その時のためにね、ここは伏せていると、まあ、その可能性もわずかにあるかもしれませんね。続いてこれ気になったんですけど、これはミスなのかどうなのかというところで、サンジのところですね。サンジを見るとまあ普通にねまあいろいろわかるんですけど、裏面のところにですね手配書が、全員分載ってるんですよ、一枚一枚。でサンジのところには手配書の写真というのがですね開いてるんですよね。これどういうことなんでしょうか。まあ和の国が終わって麦わらの一味というのは懸賞金が全員上がりました。そして新しい手配書になっているんですけど、サンジの手配書だけ原作内で描かれなかったということであればまだわかるんですけど、ウソップだったりチョッパーだったりロビンも新しい手配書になってるというのはわかるんですけども、その写真というのは原作内で書かれていないんですよ。で今言ったような人たちというのはこのビブルカード内でもしっかりと写真が載った状態で掲載されております。まあサンジの手配書の写真っていうのは今までもちょっとよくわかんないんですよね。最初がねあのデュバルみたいな顔になって、その後まあ、一旦戻ったんですよ。目がハートではあるんですけども、まあ、戻って、そしてさらに懸賞金が上がった時もその写真で来てたんですよね。で、その後ですね、手配書ができた時にはまたデュバルみたいな顔に戻ってたんですよね。まあ、それがあるからですかね、どっちか今わからないということで判断がつかないから、まあ、一応載せないでおこうということなのかな。他には何かな？あ、ウソップかな？ウソップのね、鬼ヶ島の討ち入り時の衣装ですね。それの別案が書かれていて、これ見たかったなってめちゃくちゃ思ったんですよ。というのもウソップはねこの時大きな弓をですね背中につけてるんですよね。なのでウソップがね弓矢でこうやってね鬼ヶ島で戦う姿がもしかしたら見られたんじゃないかと思うと、あ、それはそれで見たかったなって思いません？やっぱりね狙撃手ウソップって多分どんな武器でも使いこなせると思うんで、弓矢でね、まあ、あの扉絵でね弓矢をこう使ってた時はあったんですけど、原作内というか本誌内でないので見たかったなぁと、絶対かっこいいだろうなと思ってね、それ好きだったなぁ。他にもねエッグエッドのね各麦わらの一味のね別案の衣装とかもたくさん載ってますので、ぜひですね皆さん気になった方は買ってみてください。そしてエクストラキャラクター、この辺が私とかはめちゃくちゃ好きなんですけど、多分伝わらないんでちょっと本当に雑談みたいな感じで話していきますね。ちょっとね全員を語りたいんだけど、すべての情報をねこの動画で話すのはやっぱいけないと思うので、本当にかいつまんでねちょこっとだけ紹介したいと思います。好きなやつを、一人目は誰行こうかな。この
この人ですね、ウォーターセブンでブルヤをね、営んでた人で、ルフィたちが黄金を持っているということを知ってすぐね、金額を上げた店主さんですね。その人の名前が明かされました。ミッションインキャシブルさんです。これはまあね、ミッションインポッシブルから来てますよね。これ、あれですよね、ミッションインポッシブルのポッシブルを、この人、カシブル屋さんなので、ブルを貸す人ですね。なので、キャシブルとかけてるということですよね。カシブル屋さんなので、キャシブルさんと。面白いな。もう本当にね、この辺言葉遊びすぎるんだよな。あとはね、魚人島編で出てきた、マーメイドカフェダンサーズの人たちのね、まあ名前は以前から分かってたんですけど、その何の人魚か、何の魚のね、人魚かというのが分かりました。でね、自分が好きなの、ソラちゃんなんですけど、ソラちゃんはコリスの人魚ということで、コリスっていうのは調べたらこういうのが出てきますね。このソラの髪色が黄色なのも、イエローコリスから来てそうだな。でね、このエクストラキャラクターって言葉遊びがふんだんに含まれたキャラクターってたくさんいるんですけど、それが如実にあるのがもうワノ国編の人たちなんですよ。今までもね、いっぱいそういうのが明かされてきて、今回ももう本当にいっぱい出てきてます。ちょっと言葉遊びの人は二人紹介しようかな。まず一人目。これね、ナレッジキング出るんじゃないかな。なぜかね、めちゃくちゃシンプルで可愛いね、男性なんですけど、その人はですね、地獄かまぶたメガテンバンチローという名前らしいです。長いですね。こんな長い名前なかなかないですよ。で、この人というのは、おでんの過去編で出てきた、安家のところにいたですね、経理を担当してた人ですね。で、安家というのは、おでんにね、お金をどんどんこう支援していたから、白米だってやばいのにね、やめてくださいよ、みたいなことを言ってた人なんですよ。その人が、地獄かまぶたメガテンバンチローなんですね。で、これ調べました。多分こういうことだと思います。地獄かまぶたというのは、まあ落語とかでよく出てくる言葉なんですよね。地獄の釜の蓋が開くとかね。まあワンピースのサブタイトルにもなったことあるんですけど、地獄かまぶた。まあそれはですね、生活が成り立たないよということを示す慣用句らしいんですよね。なんでこう財政が厳しいから生活が成り立たないということで、まあ地獄かまぶたという名字になっているでしょうね。そしてこのメガテンバンチローっていうのは多分ね、まあ見た目通り目が点なので、メガテンですよね。そして、このバンチローってどういうことですかね。まあ目が充血するほどにね、その頭を悩ませてるみたいなことでしょうかね。地獄かまぶたメガテンバンチロー。これナレッジキング出ると思います。他にはね、カッパの川松が魚の骨をね、プッと吐いて倒れた人というのが二人いるんですよね。で、一人はね、前明かされていて、プドスなんですよ。プドスもカッパの川松が魚の骨をね、プッと出してドスッと刺さったからプドスという名前だったんですけど、今回はまた別の人ですね。ノドイワカーンという人ですね。で、この人もね、948話見返すと、川松が最初ね、この喉いい若干が出てきた時というのは普通の人っていうか普通のウェイターズなんですけど、何コマかすると川松からまた魚の骨をプッとされてね、喉にね、こう攻撃される人なんですよね。なので喉に違和感があるということで、喉いい若干さんと。いうことでしょうね。で、あと最後、この人ね、出てきてくれたかというところで、うずき家の人が出ました。まあ、うずき家といえば、和の国にいる大名のね、一つというか、一つの家系だったんですけど、おでんの過去編では、うずき天ぷらという大名が出てましたよね。まあ、それとね、血縁関係にあるというか、同じ家系なんだろうなという、まあ、うずき涙という人が出ました。で、この人というのは、ルフィがね、うどんをね、ここもらうぞと言った時に、本当かと言った人なんですよ。ここを救ってくれるのかと涙を流していた人なんですよね。で、この人というのが、うずき涙ということで判明したということはですよ。あの涙というのは、より一層濃いものだったんだっていうのがわかりますよね。うずき家というのはカイドウにやられて、まあ、ずっと虐げられてきたんだと。まあ、大名の血筋から成り下がってしまった人とも言えますし、そういう先祖の思いがあると思いますので、このうずき涙からすると、あの時ルフィが希望を見せてくれたのは、本当にね、涙が出るぐらい嬉しかったんだろうなと。まあ、もちろん他のワノ国の人たちも嬉しかっただろうけども、人一倍思うところがあったんだろうなと思いますよね。いやー面白かったな。他にもね、まあいろいろね、これどういう言われがあるんだろうなっていう人もいるんですよね。単純な言葉遊びの人たちはね、わかるんですけど、例えば初目とか氷室とかね、ガンガルとかガルダンさんね、これわかる人いたらちょっとコメントで教えてほしいんですけど、この氷室とかね、氷室びっくりしたな。俺これ能力者とかね、そういった類の人かなと思ってたんですけど、単純に地蔵のような風貌をしたかなり大柄の
元見回り組の男らしいです。なんかね、落語とかにも出てこないんですよね。ちょっといろいろ調べたんですけど分からなかったので、この辺分かる人がいたらね、ぜひ教えてください。ということで、ビブルカードバインダーが出たということは、これからまた出ると思われます。まだね、他のビブルカードを集めてなかったよと、今回これを初めて買ったよという方もですね、過去の分は今でも買えますので、まあ余裕がある時にね、ちょっとずつ買っていくとかですね、していくと絶対に面白いと思いますので、ぜひ買ってみてください。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。どうも最後までありがとうございました。じゃあね。